皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は富士宮市にあります清陵中学校の体験入学のお知らせをします。この清陵中学校は静岡県の東部地区では人気の中学校で、この体験入学が今月5月の28日土曜日に開催されます。対象は小学生と小学生の保護者、午前の部、午後の部、この2つに分かれていて、午前の部は10時から12時まで、午後の部が14時から16時まで、このようになっています。どちらも内容は同じです。その内容大きく4つです。1つ目は楽しく学ぶということで、中学校の授業を体験します。科目は数学と英語。2つ目が部活動の見学と紹介。3つ目は保護者向けの教育説明会、このようになっています。清陵中学校ではどういう考えでこのように指導していますか、そういうお話があると思います。4つ目は個別相談会です。この体験入学、事前申し込みが必要です。パンフレットやチラシを持っている方、そこに QR コードがあると思うんですけど、その QR コードから申し込むことができます。パンフレット、チラシを持っていない方は清陵中学校の入試広報課、こちらに問い合わせをしてみてください。なお参加する方、スリッパなどの履物、上履きですね、これを持参するようにと書いてありました。今回は富士宮市の清陵中学校の体験入学のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。